本日はですね、こちらユニクロのシームレスダウンとこちらのミスサーダウンのシームレスダウンの、比較の動画を撮っていきたいなというふうに思います。ですね、こちらユニクロのシームレスダウンって結構人気なんですよね。で、毎年人気で、僕全然知らんかったんですけど人気あって、でまあその以前ちょっと前にこのミスサーダウンっていうのを買って、これがあのサムネにもあったと思うんですけど10万円するんですよ。で10万円の消費税11万するんですけど、パッてユニクロ行ってたらですね、このシームレスダウンっていうのを売ってて、めちゃくちゃ似てますやんいう感じあって、まあ、知ってかはる方からしたら、これめっちゃ似てるけどなんで値段こんな違うみたいな、このミスサーダウンの方は11万するけどこのユニクロの方は1万5千、ユニクロの中ではこれ結構高いと思うんですけど、これ何が違うのみたいな感じがあると思いますし、それこそですね、僕これ実際買ってみてこうやって今、目の前にあるじゃないですか。でこうやって触ってみたりしたらやっぱりね若干違うかったりするけど、ようよう見てたらこれもしかしたらユニクロはこのミスサーダウンを意識して作ったんちゃうかっていうぐらい似てるんですよ。まあ、なので今日はその比較というか、どこが違うくて逆にその値段が違う分どっちの人はどういう人がどう向いてるんかとかもそうやし、あとは例えば街着で着るんやったらこっちの方が多分いいと思いますよみたいな話が、まあこれ見てもらったら分かると思うので、まあそのお話をしていきたいなと思いますので、今日の流れとしてはですね、まずは同じところ、ここが同じ部分でありますよねっていうところで話をしていって、でその次に価格の差がこういうところに多分反映されてますよみたいなところの、まあ違いっていう部分を見ていって、その次にじゃあどっちが得なん、どっちが損なんみたいな話をしていって、で最後にじゃあおすすめの人という感じでいきたいなと思いますので、まあ動画の最中で着用とかもしていくはしていくんですけども、一応これは同じサイズになっているので僕が着用するんですけど、両方とも L サイズで着用していくっていう感じになってますので、まず最初は同じ部分から見ていきたいなと思います。まあ、まずパッて見てもらって同じ部分は何ですか言うたら、まあ間違いなくシームレスですよねっていうことになると思うんですよね。でダウンジャケットって、まあ、あのシームレスっていうのが何っていう方もいらっしゃると思うんですけど、ダウンジャケットって基本的にこのなんていうんですか、ロボットみたいにこの横のね線あるじゃないですか、ステッチというか糸があると思うんですよね。だけどこれに関してはその糸がないんですよ。ほうほうほう、糸がないってことはどないしやってますのいうことやと思うんですけど、まあ、シームレスって言って、まあ、その縫い目がないっていう意味なんですけど、あの要は熱で圧着してるんですね。ガチンって熱で圧着しちゃってて、まあ、それ以外は基本的にはこう糸であの結んではいくんですけど、まあ、そうじゃなくてこれに関しては熱でバチンと圧着してますよということになってるので、ほんのやったらもう全部熱で圧着しちゃええやんいう感じやと思うんですけど、まあ、あのこのミスサーダウンの時も言ったんですけどね、熱で圧着しちゃうと、まあ、いずれもしかしたら剥がれるかもしれないっていうのがデメリットであったりするので、全ブランドがシームレスにしてないっていうところあるんですけど、もちろんシームレスはシームレスのいいところがあって、あの歯が、あの羽が、歯が抜けへんって言ったら歯抜けへんのはあの普通ですよね。あの羽が抜けないっていう、中のダウンの羽が抜けへんっていうのが良かったりとかするので、結構シームレスがお好きっていう方もいらっしゃるんですけど、まあそういったシームレスをまず使ってますよということになっているので、シームレスの詳しい話については割愛してますね。あのこのミスサーダウンの時に喋ってるので、はい、割愛します。で次に同じ部分は何かって言ったら止水ジップなんですよね。これユニクロの方でも止水ジップ使われてて、すごいなと思ったんですけど、まあ何っていうとですね、このジップがですね、水入ってこないようになってるんですよ。これがすごいなと思ってて、基本的にはまあそういう高いアウトドア製品とかいったらこういう止水ジップってまあ普通に使われてたりするんですけど、このユニクロの方にもあの防水ジャケットと呼ばれるものには結構こういう止水ジップが使われてたりするので、まあこういった止水ジップは使われてますよということにはなってるんですけども、ただこのポケット、脇腹のところのポケットあるじゃないですか、これに関してはね普通のジップなんですよ。だからこっからはもしかしたらダボダボに濡れると水が入ってくるかもしれへんので、ちゃんと上からフラップって言って水があの入らないように、こういうとこ工夫してますよみたいな感じのところが、まあ、あるということになってて、その次にじゃあ同じ部分何かっていうと、これパッと見てはわからないんですけど、まあ、何が同じかっていうとですね、次はダウンの配合が全く同じなんですよね。ダウンの配合って何っていうとですね、まあ、普段あんまり見えない方も多いとは思うんですけど、こうダウンジャケット着てこう中にねタグがあるじゃないですか。でこのタグ見てもらったらわかるんですけどね、ここにダウンの配合っていうのが書いてあるんですよね。例えばダウンが 80%、 そしてフェザーが 20% って書いてるんですけど、これ何っていうと、ダウンっていうのは要はこの綿の部分になってて、フェザーっていうのが羽なんですよね。でその割合が書いてあるんですけど、まあ基本的にはダウンの方が多いのがまあ普通なんですよ。ダウンが 40% でフェザー 60% とか聞いたことないんで、なんでそんなことにならへんかっていうと、ダウンとフェザーの割合って、フェザーは羽なんでやっぱ多いと穴が開いたりするんですよね。だからあんまり多いのはちょっとどうかなということで、大体
体 70% ダウンで 30% フェザーっていうのが多分最低ラインぐらいになってくると思うんですよ。でいいものになってきたらこんな感じで 90% がダウンで 10% がフェザーになってて、でこんなんやったらフェザーいらんやんっていうことになるんですけど、フェザーがないとね次はあの形ができないんですよ。だからこの形を作るためにあえて硬い羽を入れてこういう立体的な形を作ってるということになってるんですけど、まあその詳しい話ちょっと一回割愛しますね。あのこの話でしたら止まらなくなるので、はい、そんな感じになってるというのは同じ部分になってます。だからまあシームレスであったりシスイジップであったりダウンの配合が同じやから、パッと見た見た目の感じってめちゃくちゃ似てるんですよね。これもう意識して作ってるんちゃうかいうぐらい似てるんですよ。これさっきと方向変えたんですけど、ちなみにこのタグついてる方がユニクロですね。もうパッと見た感じでこのデサントのロゴを見せへんかったら多分あんま分からないと思うんですよ。パッと見た感じどっちがユニクロって言われたら、はい123って言われたら左ってなると思うんで、左やと合ってるのかな分からんけど、まあそんな感じになってるので、それぐらいこう見た感じが分からへんっていうのがまず同じ部分ですね。で次に違い、この値段が1万5000円と11万っていう、まあ大体何倍ぐらい、7倍ぐらい違うかの違いっていうのが、どれぐらいどこに現れてくるんかっていうとですね、まずはじゃあどっから行こうかな、記事からいきましょうか。はい、記事からいきますね。でこの記事感がですね、これ画像で見てもらったらもう全くわからないと思うんですよ。で全く分からへんぐらいマットな質感で、パッと見は似てるんですけどやっぱり触ると違うんですよね。でそれはこれユニクロの方でもめちゃくちゃすごいんですよ。触ってる感じって全然安物感ないんですけど、やっぱりこのデサントの方がより考えられてるというか、だから別にユニクロが安っぽくて悪いとかじゃなくて、普通にどっちもすごいクオリティなんやけど、このデサントの方がもう一個すごいクオリティに上がってるんですよ。だからちょっと先にこれ言うの忘れてたんですけど、値段が7倍違うから7倍あったかいということではないんですよね。これは以前ユニクロのインナーダウンとモンベルとかノースフェイスとの比較した時も言ったんですけど、値段が例えば5倍高いから5倍あったかいっていうわけじゃなくて、5倍快適さを出してるというか、まあ5倍というものかどうか分からんけど、要は快適さとか機能性が足されてるということになってるので、まあそういうところで聞いてもらったらいいんですけど、まあ、その記事が違うんですよ。何が違うんかというと、このデサントの方がね伸びるんですよ。でこういうストレッチを効かしたような素材っていうのを使ってるので、例えばこうジャストサイズで着てもこう例えば前かがんだりしたら背中のところ突っ張るじゃないですか。けどこれが全然スムーズにいけちゃうよとか、あと自転車乗ってたりとかしてもギュッて巻いたりしても全然こう突っ張ったりする感覚はないんで、それがすごいなと思うし、もう一個すごいなと思うのが、そういう伸びる素材ってね基本ポリウレタンっていうのが使われてるんですよ。でポリウレタン使うといずれ劣化しちゃうみたいな感じのところがあったりとかするんですけど、この生地に関してはポリエステル100で作られてるんですよね。だからそういうポリウレタンを使ってビヨーンって伸ばしてるんじゃなくて、ポリエステルで伸ばせてる技術があるというのがすごくて、逆にユニクロの方は伸びないんですよ。だからまあこれはまあ普通のダウンって言ったら普通じゃないですか。別に伸びひんのが特別悪いんかって言ったらそんなことないから、まあまあ全然悪くはないんですけど、やっぱそういうところまで考えられてるっていうのがまず一つですね。で次に、まあ生産国が違うっていうことで、ユニクロの方はやっぱりメイドインチャイナということになってて、中国が全然ディスってるわけでもなくて、中国が悪いとかっていう意味じゃなくてメイドインチャイナで、水沢ダウンの方に関してはですね、これ岩手県の工場があるので、もう全部そこで作ってあるんですよね。1日に何着かしかできひんってもう決まってるんですよ。だからもうそれ以上は作れませんでいう感じになってて、まあ2号店を出せば作れるのか知らないんですけど、まあ、その工場内で全部終わってるので、もう数が限られてる。でしかもなおかつ全部が支配下で行われてる、まあ、支配下って言ったらなんかちょっと悪い感じするけど、まあ、要は見えてるところ、ダウンもそうやし詰めてるとこもそうやし塗ってるとこもそうやし貼り合わせてるとこもやし、全部がこう見えてるところで行われてるから、まあ要は手抜きが絶対ないっていうことになってて、まあ品質も保証されてるので、ちゃんとしたねこういうロゴがある、ロゴというかあれがあるんですね。品質保証の紙が入ってるんですよね。でこれがあることによってちゃんと修理とかも受けれますよっていうようなことがあったりするので、まあ、これがやっぱメイドインジャパンの違いかなと思うんですけど、こっちのユニクロの方に関しては別に中国が悪いとかではないんですけど、やっぱり中国産の悪いイメージってなんでなんかなっていうと、やっぱり何て言うんですかね、支配下じゃないじゃないですか。この見えてないところで作られてるから、やっぱりちょっと縫製が若干甘い部分があったりとかするんですけど、まあ、それに関しても特にこう修理が受け付けてくれるとかっていうのはユニクロはあんま僕聞いたことがないので、やっぱそういうところが価格の差になってきたりするんかなというところになってたりとか、まあ、それ保証言いましたね。で次は防水ですね。これ一応防水のジャケットなんですよ。さっきも言ったみたいに縫い目がないし、ちゃんと止水のジップ使われてるから水濡らしても大丈夫ですよっていうのがあったりするんですけど、ただですね、僕以前ユニクロの防水ジャケットブロックテックパーカーっていうのをですね、水浴びまくったんですよね。ほんなら濡れたんですよ。
だからちょっと僕個人的にはユニクロの防水ってあんま信頼してないんですよね。でやっぱダウンジャケットやから濡れちゃうと、中のダウンが濡れるとやっぱりほんまにちょっともうどうしようもなくなったりするので、まあ、それ考えるとちょっとユニクロの方はちょっと僕は怖くて要防水と信頼はしてないんですけど、まあ、こっちの方に関して、あのデサントの方に関してはですね、あのダーミザックスという生地を使ってるんですね。もうこれの詳しい話はしだすとまた2時間ぐらいエンド喋るのでこれ割愛するんですけど、まあ、日本の一番の生地メーカーがあるんですよ。それが東洋レイヨン、東レイっていう会社があるんですけど、そこが編み出した防水の生地、アメリカで最高といえばゴアテックス、日本で最高といえば東レイみたいな感じで、まあ、それが作ってるダーミザックスという防水の生地を使ってるんですよ。まあ、なので防水であるって言われても、ほうほうほう、なるほどねと、まあ東レイさんが言うんやったらまあまあ信頼しましょうということになったりするので、まあ、その辺はまあ信頼できるんじゃないかなと思います。まあ、ユニクロもね、東レイと一緒にコラボしたりしてるんですけど、このダウンジャケットに関してはそういうのはなかったりするので、ちょっと防水性には差が出てるんちゃうかなというふうに思います。で次は重さですね。重さがどれぐらいの重さがあるんかっていうことになってくるんですけども、ユニクロの方が実は軽いんですよね。で僕今まで散々ダウンジャケットは軽いのが正義やって言い続けてきたんですけど、まあこれ見たことない方からしたら、あ、そうなんやって感じだと思うんですけど、まあ、これがね、ユニクロが 700g ぐらいなんですよ、大体。で、デサントのこの水沢さん、同じ L サイズも 1000g ぐらいあるんですよね。お、ちょっと重たいな、みたいな。1.3 倍ぐらい重たいなっていう感じだと思うんですよ。で、1.3 倍重たいら軽いユニクロの方がええやんって感じだと思うんですけど、やっぱりその分機能が多いんですよね。だから機能を搭載すればするだけ、やっぱり微妙にですけど重さが出てくる。で、じゃあ何が搭載されてるんですかっていうと、まず一つ目っていうのが、まあこれはデサントのミスターダウンの紹介になっちゃうんで、まあ簡単にさらっと言うんですけど、この前にあるジップが2つ、2箇所あるんですよね。で、この2箇所あることによって、1箇所外側でやるとちゃんと通気性があって、中の熱を逃がしてくれたり、ちゃんと外側というかこのパチンって閉まる方で閉めてあげると全く風が入ってこなくなったりとか、あとベンチレーションっていう脇からちゃんと空気を逃がしてあげるようなシステムがあったりとか、あと中にはスノーカフって言ってこの腰のところから風とか雪が入ってこないようなシステムがあったりとかするので、こういった細かいところがあることによって多少重さが重くなってますせということになってるのが間違いかなと思います。で、じゃあですね、次はどっちが得でどっちが損かっていうところに行きたいと思うんですよ。まあその違いは分かったと、でその同じ部分も分かったと、それ日常生活でどこで生きていくのっていうことやと思うんですよ。でそれを今から話していくんですけど、まあ、どういうところがいいかっていうとですね、例えばユニクロとか、まあどんなダウン着てでもそうなんですけど、ちょっと暑いなっていう時あるじゃないですか。部屋とか折ったり、あと電車とか乗ってたりしたら、なんかちょっと暑いやんダウンジャケットっていう方もいらっしゃると思うんですよ。そういう方なんかはこのどっちかって言ったら水沢ダウンの方がいいんですよね。なんでかっていうと、さっきも言ったみたいにこういうベンチレーションがあるので、電車とか乗ったりして暑いなと思ったらここピュッて開けてあるんですよ。ほんならちゃんとここから自分の空気がメッシュになってるので逃げていくんですよね。ほう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 、そこまで考えられてるんですかと。でもまあ脇だけじゃなくてここも暑いですやんって言ったら、ちゃんとこのジップの噛む場所を変えてちゃんとメッシュ素材になってるので、この中からもしっかり空気が逃げていけるようになってたりするので、実は値段を高い方にしたら暑くなるからオーバースペックやって考えがちな人多いんですけど、じゃなくて値段を上げれば機能が追加されるので、より街でも着やすくなるということになってるので、まあ、逆に言えば暑がりの人とか、それこそオーバースペックやなって今まで思ってた人なんかは、外ではいいけど電車暑い、車暑いとか室内暑いって思ってて、やけどちょっとしかやらんから脱ぐまでもないねんなっていう人なんかには、こういう機能を使うことによって、まあ、着たままで快適に入れるっていうのが、まあ、この水沢ダウンデサントになってるので、まあ、10万円の価値がそこに出てくるんですよね。で、まあ、逆にユニクロとかやったらですね、機能的には僕全然ディスるつもりないんで、生地も結構しっかりしてるし、ダウン90%入っててシームレス1万5000円作れる、そんなブランドないでと思うんですけど、まあやけど逆に言えばこうちゃんオーバースペックとかちょっと暑い時とかはやっぱ脱ぐしかないので、そういう機能とかは搭載されてなくて、もちろん着てる時は快適やと思うんですけど、まあ、そういうところに関してはちょっとどうなんかなっていうのがあったりするので、値段が高ければ高いほど機能が備わったり、あらゆるシーンを想定されてるっていうのが、まあ、結構アウトドアなんかでは多いというか、まあ、このミズアダウンなんかにはまさにそうやと思うんですけど、そういう機能がちゃんと入ってるっていうところになってるので、例えばですね、これ換算していくと、これ1万5000円じゃないですか、ユニクロが。でミズアダウンが10万円ということになって
になってて、じゃあこれ何年で元取れるんかって、これ関西人やったら言うんですよね、元取れる、豆やったら元取れるやんって、これこすい考えなんですけど、これはちょっとお許しいただきたいなと。僕は生粋の関西で住んできてるので、まあと言っても奈良なんですけどね、元は。はい、という、まあどうでもいい話一回戻しといて、何年で元取れるんかっていうと、これは1万5000円ですよね。でこっちが10万円ですよね。って考えたら7年でだいたい10万5000円分ぐらいになるんですよ。ってことは7年経てばだいたいの元は取れるということになってるんですけども、まあ、これをどう思うかですよね。7年間もうダウンジャケット着ませんでっていう人からしたら、こういうユニクロとか、まあそういう方、まあ安く早く買い替えていくタイプの人の方がいいかもしれへんし、いやいやダウンジャケットは7年以上着るでしょという人なんかにはもう絶対こっちやろなと思ったりするんですけども、まあ、これじゃあ次のおすすめの人に行きたいなと思うんですけど、まあ、元の取れる話もいいですね。7年経ったら元取れるよということになってて、じゃあ次おすすめの人がどういう人なのかというと、まあ、まず端的に言うと、長く着たい方は水沢ダウン、もしくは快適に着たい方は水沢ダウンで、逆にもう短期間でパンパン買い替えたいっていう方はもうユニクロという、もうこのこれに尽きると思うんですよね。なので例えばあのこれの間の価格帯のものってあったりするじゃないですか。例えばセレクトショップなんかで売ってる、僕もたまに見たりするんですけど、まあダウンジャケットで3万円ぐらいのダウンジャケットやけど、ブランドがオリジナルで出してる、だからどこのブランドかは知らんみたいな。例えばなんかこうオレンジのビームとかいうとこに行ってパッて見るじゃないですか。だからこれ知らんブランドやなと思って、あオリジナルでやってるんですって店員さんに言って、あそうなんや、じゃあビームスが作ってるダウンジャケットなんやとか、あ言っちゃったとか、まあ、そういういろんなブランドだけあのやってるのあるじゃないですか。でそういうのってもちろんめちゃくちゃいいのもあると思うんですけど、僕がね触ったやつとかやったら、他にもねあのブランドありますよ、ユナイテッドアローズとか、あとナノユニバースとか、あとシップスとか、いろんなセレクトショップであるじゃないですか。で僕いろんなセレクトショップ行ってる中で、やっぱり触ると3万円ぐらいのダウンジャケット買うぐらいやったら、もう絶対このユニクロのシームレスの方が、なんていうんですかね、単価が高いというか、ちょっとセレクトショップの名前出しすぎたからちょっと単価詰まってきましたね。まあ、単価が高いわけじゃなくて、こう要は生地がそっちの方が生地使ってる、多分原価はこっちの方が高いんですよ。でも結局その流通させたりとか人件費とか家賃代とか乗ってくるので、まあ、セレクトショップの方が高く見えて、まあ、セレクトショップの方がおしゃれな雰囲気はあるけども、生地の配合とか生地感だけで言うならどう考えても3万とか、まあ、2万台とか、ものによるとは思うんですけど、触ってる感じこれより全然ユニクロの方がええやんっていうやついっぱいあるんですよね。だから中途半端なライン行くぐらいやったら絶対ユニクロの方がで買い替えていくっていうのが結構まあいいかなとは思うんですけど、まあ、それこそさっき言ったみたいにあらゆるシーンで着たいねんとかいう方、このデサントの時も言ったんですけど、まあ、例えばスーツでも着るし、で私服でも着るっていう方なんかは、まあ、あらゆるシーンで着ると思うんですよね。そういう方なんかは例えばちょっと暑くなったなと思ったら脇のベンチをピュピュって開けながら話したりもできるやろうし、ジップの噛む場所を変えたりとかしながら外で歩けばいいと思うんですよ。やっぱりジップ開けっぱなしで外真冬に歩くと寒いと思うんですけど、このジップをメッシュバージョンにして歩くことによって風はちゃんと入ってくるけど、ちゃんとなんていうんですか、こう閉まってるから熱の中の熱は中にあるっていうような感じになったりするので、そういうところで快適性を求めるんやったらこっちの方がいいとは思うんですけど、予算的にちょっともうそれ以上出されへんけどあえて真ん中行こうって思うぐらいやったら、まあ、ユニクロの方がいいんかなと思ったりはします。まあでも5万とか3万とかでもメーカーが出してるものってあるじゃないですか。ダウンメーカーが出してたりとか、ダウンのブランドが出してるものとかはものすごいいいものがあったりとかするので、まあそれはおいおい僕も紹介していこうかなとは思うんですけども、これなんかよく分からへんけど3万ぐらいするなっていうのは僕は個人的にあんまりお勧めしないかなというふうに思いますので、まあ、気に入ったデザインとかやったらねいいとは思うんですけど、まあ、個人的にはそういうのがおすすめかなということになってますので、それが悪いとかいいとかっていうわけじゃなくておすすめかなということになっております。それ以上はさせていただければなというふうに思いますので、まあ、以上がですね違いにはなってくるので、まあ、その辺をこう考えてもらって、まあ、購入されるっていうのがいいかなとは思うんですけど、まあ、触った感じどうなんて言われたら、ほんまに触った一瞬で高級安いっていうのはそんな感じないので、あとはどういう用途で着たいか、まあ最初にちょっと最後の後半にちょっとつながるんですけど、まあ、長く着たいっていうのか、あと快適に着たいんやったらもう絶対デサントやけども、まあ、ちょっと予算的に今年はダウンにそんな考えてないっていう方なんかはもうユニクロで僕は全然 OK というか、ユニクロの方がむしろ高品質の場合があるんかなと思ったりするので、まあ別にユニクロの回し物でも何でもないんですけども、単純にそう思うというか、僕も結構いろんなアウトドアメーカーとか触ったり、まあ、生地感とかも配合とか見たりするんですけど、その上でもユニクロの1万5000円のシームレスダウンは安いなというふうに思うので、まあ、セレクトショップやったら 4,5 万しても全然納得するんかなという感じでは思いますということになってますので、まあ、ざっと以上が比較になってますので、インナーダウンについてはまた別動画で喋ってるので、動画説明欄を見てもらったらいいかなというふうには思うんですけど、はい、まあ、以上がそんな感じになってるということになってます。まあ、もし
しね、あのダウンジャケット、普通のダウンジャケットと、ね、比較してほしいというのがあればまたするとは思うんですけど、今回はシームレスダウンについての比較ということになってますので、本日はユニクロのダウンジャケットとミスターダウンを比較してみたという動画になってます。最後着用動画見てもらって終わりにしたいなと思いますので、178センチ65キロの L サイズですね、はい、ということになってますので、本日は、以上になります。ありがとうございました。What happened? Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on.